見る？もうね、もうね、すごい、すごいと思う。もうすごいよ。ちょっと待って。あ、そう、そうなんだ。そうなの。あ、やっぱり。あ、やっぱり。そうなんだね。ちょっと気を落ち着けるので、気を落ち着けさせてください。はい、ミミーです。シフォラーの方にはちょっとショッキングな映像をお届けしましたが、自分自身が一番へこんでいます。今見てもらったのは、私のマイレシピのお水を 80g でやってみた自分のおやつ用のシフォンなんですけど、えらいことになってしまいました。お水をたくさん入れたら美味しくなるかなって思っちゃったんですよね。さすがに 80g を一気に入れるのはちょっと無謀でしたね。でもすごく面白そうなので、今回はお水の検証をやってみたいと思います。その名も、シフォンケーキにお水を増やしていくとどうなるかです。いきなり 80g に挑戦するよりも少しずつ増やしていく作戦です。オイルでも同じような検証をやっているので、よかったら見てくださいね。ってことで、やっていきます。検証といえばルールです。オイルの検証の時と同じようなルールですが、今回は焼き時間40分で固定しました。焼き時間が変わってしまうと、お水の蒸発加減で食感が変わってしまい、比較にならないと思うので、焼き時間は40分です。そして今回の変更点がもう一つ、お砂糖は全部卵白に使います。薄力粉は前もってふるっておいて紙にのせておきます。この方がパパッとスピーディーにできるしね。今回はお水が50です。お水を 10g ずつ増やすとどうなるのか、よりふわふわになるのか、それともしっかり感が増すのか、オイルと同じような感じになってしまうのか、それともあんま変わんないのかっていう実験ですね。じゃあやっていきます。今回の変更点は、お砂糖はこれには入れないってところですね。油を入れてきれいに混ざったら、その都度いろんなものを入れていきます。あ、お水50といえばちょっと多いじゃないですか。40でしか作ったことないんですよね。いや、作ったことないってことはないんだけど、うん、10g 増えるとちょっと多いかなって感じしましたね、今ね。そしてこういう風に混ざったらば、この粉、これをもうさっさーっと入れてしまいます。卵黄生地ですが、マイレシピから 10g 増えただけでかなりシャバシャバになっています。オイルの時もシャバシャバしてると思っていましたが、もう少しトロトロしてましたね。オイルよりも水の方がはるかに作りにくいです。混ぜるのに結構苦労しますけど、お水 50g ってまだまだ一般的なんですよね。それでも今までと同じやり方でやっていきます。こんな感じ。そうね、あ、まあ、つかめない、こういっぱいはつかめないよ。次、卵白135g ありました。メレンゲの作り方は一緒です。ただお砂糖の量が違うだけ。最後のお砂糖を入れてから約3分半でできました。はい、合わせていきます。で、相変わらずの固い、まあ私の中では固めって言ってますけど、固いメレンゲです。で、最初こういう風になじませます。うん、確かにね、あれかな、オイルが増えた時よりもお水の方が混ぜにくいかな。混ぜにくいね、混ぜにくく感じてるだけかな。見て、黒かったの。かわいい、かわいい。あ、ちょっと待って、いつの間にお前落ちたの。全然気づかなかった。まあ、ぼやぼやはしてないけど、こんぐらい大丈夫。もうね、メレンゲすごい大丈夫だから。それで、ね、ほら、やっぱりオイルの時の 80g の症状というか、あれに似てるね。お水の方が液体感がすごいんだわ。この場合はもう水分感がすごくて、硬いメレンゲと混ざりにくいってことは、これをすればいいんじゃないの。こんな感じで、これで一応混ぜていくよ。生地合わせに入りますが、やっぱりお水ってとろみが全然ついていないので、すくってもすくってもホイッパーに絡まなくて混ぜづらい。メレンゲが相変わらず強いためか、なかなかキメも整いません。そうね、粗いね。
キメね、キメの見方はですね、私の場合こういう風に粗い気泡がポツポツっていうのは、焼き上がった時にこういう気泡が残るってことよね。この通りに焼き上がるよ、この通り。こういう気泡があればそういう風になるし、それが好きならそういう風な感じで焼いてもいいと思います。どうしようかな、粗いのが出てもいいから焼いちゃおっかな。でもやっぱキメ整えとくっていうのがいいからな。キメもやっぱそれはね、膨らみすぎ嫌だからな。強いね、いつまでも強いわ。まあそうなるんだな、そうもなるんだね。混ぜるとキメは整うけど、オイルがいっぱい入ってると馴染むのも早いってのはそうみたいね。それがお水がいくら増やせてもキメを整える分にはオイルの方が早いね。お水だとそうでもない。オイルの量を増やした時はある程度混ぜればすぐに馴染んでいましたが、今回のお水では少し違うようですね。強いわね、強い強い。まあ生地の状態はあらかたいい感じにはなってきたかな。何回混ぜたでしょうか。しっかりキメが整うまで混ぜて型に流します。私型どこやったかな。あったあった。これ系なことよくありますね。型がない型がないっつってね、生地ができてるのに考えなきゃね、この落ち着きのなさをね。あ、これ強いね。まあいっか、流す間に少しは潰れんでしょ。これで膨らんだっつってキャーキャー言うのよね、絶対。爆発したとか言っちゃって。ここからまだまだ私は混ぜます。これは生地を行き渡らせてるっていうのがあります。ここに空洞があるんだったらそこに生地をちゃんとやっとく。で、大きい気泡がここであるなら潰れればいいし、こうやって大きい気泡は消しときます。そして線もつけときます。で、4箇所つけてたのを6箇所にします。これはですね、実験というかやってる間に思ったんだけど、すごくよく膨らんだのが6箇所だった。4箇所は上に行く。8箇所やってみたら8箇所はね、全部開く。それもまあ私好きだったけど、6箇所は上にも行って横にも行くの、すごいすごい理想的だった。オーブンが催促してるんで、もう入れたいと思います。はい、焼いてるとき網ね。もうすごい、余熱だけで30分やってるよ。はい、いってらっしゃい。今回は焼き時間は40分で固定です。190度余熱、180度で10分、170度で30分、合計40分で焼き上がり。はいはい、180度10分終わり。こうするとですね、オイルの時と同じような感じではないのかな、立ち上がりのゆっくりさ加減がね。でも表面はそうね、オイルの方が綺麗かな。まあこれも綺麗ですよね。亀裂が入ってない、つるんとしてる。昔の私からすると綺麗。滑らかさという意味で言えば、お箸の跡がああいう風に残ってないのがオイルかな。はいはい、15分なんですよね。すごい、すごく可愛くないですか。なんか違うよね。なんていうの、6箇所は違うね、4箇所と違うんだ。なんでこんな可愛くなるのかなと思ったら、4箇所じゃないからな、6箇所だから。いい、すごくいいね、可愛い、ポワンって感じ。何この開き方。結構ね、この頃これやってんだけど、毎回毎回可愛くて、これを見るのが楽しみ。いいね、いいわ。はいはい、20分です。ちょっと元気いいね。それにしては表面はつるんとしてるから生地の状態は良かったんでしょう。それにしても上まで行ってるね。結構上まで行くわ。お水が多いとそうなるのかな。こんだけキメ整ってるのにえらい上まで行くね。あんま上行かなくていいな。はいはい、どう？はーい、逆さま、軽い、めちゃ軽い、めちゃくちゃ軽いわ。オイルが80とかしか焼いてないから、すごい。シフォンってやっぱこんな絹のよう、絹のようっていうの分かる。分かった。焼き上がりを見てみると、見た目にはあまり違いは感じませんね。ただ型出しは少し上手くなったかな。
お水が50といえば普通ですよね。もうだいたいこのぐらいは大丈夫って感じで、本だって書いてありますもんね。レシピとかに見ると結構普通です。少しはね、うまく食べるようになったの？どうなの？どう？どう？どう？ダメ？もうちょっとね、食べてみると大きい気泡もありつつ、いつもみたいな感じですね。お水が増えたからといって劇的な変化は見られないかな。ただ若干いつもよりは柔らかいかなって感じ。映像を見返すと、切った後に少し腰折れのような症状が出ていました。ホールの時には見られなかったので、切る時の圧力に耐えられないくらい柔らかく焼き上がったのかもとこの時は思っていました。今回はお水が 10g しか増えてないんですが、オイル 70g で作った時くらいの卵黄生地のシャバシャバ加減でした。なのでメレンゲと合わせる時に同じような方法で合わせました。しかしオイルと違い、なかなかキメが整わない。考えてみればオイルはトロトロで、お水はサラサラ。同じくらいシャバシャバとは言っても、オイルよりもお水の方が濃度がついていないので、メレンゲと馴染みにくく感じました。なんと今回生地合わせで200回も混ぜていてびっくり。高さは 8.5 センチと高め。これはメレンゲが強い時と同じくらいの高さですが、焼きの表面を見る限りキメは整っていたと判断できると思います。なんかどうもおかしいと思う。水しか変えてないんだから、これって水じゃないの？水の影響じゃないの？入荷するとね、うまくいくらしいんですよ。あ！今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。